こうやって左半身になってるから右下の時はこれ打ちづらいんだよな。わかる？相手が斜めに構えてるでしょ、ほらな。右下の時打ってもちょっとずれちゃうから、まあ、こういうとこ打つ場合もあるけどね、こういう体に この向きにしてあげよう。わかるか？この向きにしたら相手のお腹、水落ちがさ正面に来るからここに打ちやすいじゃない。わかる？そのためにはこっちの左の突きは相手の胸の真ん中というよりは相手の左の肩のあたり、わかる？左の肩のあたりをトンと突いてあげると、ほら斜めだったのが正面に向けるだろ。向いたところへ下突きを打ってください。わかる？ね、相手の肩をちょんと打って正面に向いたところへ下突きを打っていきます。で必ず腰を入れてしっかりと打ち込んでください。わかった？で必ず顔面が当たる。いいかな、ね、はい。じゃあ今度は、はい、相手の肩を狙え、肩。